月軌道から見える地球の出月、周回軌道とは、月を中心として周回する軌道のこと。月が地球の周りを周回する軌道とは異なる。宇宙計画で月の周りを周回する人工物に対して述べられることがほとんどである。月周回軌道の軌道延展での高度は、アポルーンとして知られており、軌道近点は、ペリルーンとして知られる月への探査機の投入の、 試みは1959年1月4日にルナ1号によってソビエト連邦が最初に行った。しかしルナ1号は月の表面から6000メートルの金棒を通過し、月周回軌道への投入は成功しなかった。1959年10月4日にはルナ3号が打ち上げられ、これは巡航飛行に成功し、自由機関軌道に乗り、月の重力で反転したものの、 月周回軌道へは投入されたわけではない。この探査機は世界初の月の裏側の写真の撮影に成功している。その後1966年4月3日にソ連のルナ1号が月周回軌道に乗り世界初の探査機になった。この衛星は1966年5月30日まで流星人の流動とガーツ環境の研究を行った。 アメリカ合衆国の最初の月周回軌道投入機は、ルナオービター1号で、1966年8月14日に月周回軌道に投入された。軌道は当初は楕円軌道であり、円転が 1867km で、近点が 189.1km だった。軌道は適切な画像を取得するために徐々に円形に近づくように修正され、 平均高度は3 1 0トルになった。この後、アメリカは13ヶ月にわたって類似した探査機を5機打ち上げ、これらすべてが月の画像の取得に成功した。これらの画像の撮影目的は主に、アポロ計画での着陸地点を探すためだった。その他の国では1992年2月15日に、日本の飛天、2004年11月13日に、欧州のスマート1、 2007年11月5日に中国のジョーガ1号、2008年11月8日にインドのチャンドラヤーン1号などが月軌道に到達している。アポロ計画のアポロ指令、機械船はアポロ月着陸船の着陸の間、月の宇宙大気軌道を維持した。アポロの指令機械船と着陸船は最初に楕円軌道に侵入し、 名目上 310km から 110km 程度の高度を飛行した。これは 110km の高さの円形の中継軌道へ修正された。軌道周期は軌道近点と遠点に従って変化し、おおよそ2時間で月を周回するようになった。着陸1月への着陸体制を取り始め近点で 15km の高架軌道まで位置を下げた。 この高度は6 1トル近くある月の山を避けるために選ばれた。月周回軌道が若干歪められる重力的な異常によって月の質量集中部が発見された。これは月の表面が太古に大きな衝突体で生成されたことに由来していると考えられる。この重力の変則性は数日間で月周回軌道を著しく歪めるのに、 十二分な力を持っている。アポロ11号の最初の有人着陸計画は、この効果を補正する試みを最初に採用した。中継軌道は 122km から 100km の位置で円軌道化され、これは名目上 110km で円軌道を作り、この時着陸船が機関士ランデブーすることが期待された。しかし、この重力変速効果は、 軌道場でのランデブーは 117km から 105km で計算されていたことなどから過剰に見積もられていた。ありがとうございます。